上泉塚古墳と下泉塚古墳上泉塚古墳は、福井県三方上中郡若狭町日狭にある古墳。形状は、前方公園墳。上中古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。福井県南西部、若狭地方中央部において、北川砂岩の丘陵上に築造された古墳である。北川流域で、 若さの主張母系譜を形成する上中古墳群のうち、最も西方の日笠古墳群に属する。本古墳は北側に並存する下線塚古墳と合わせて、夫婦塚とも称され、現在は古墳の南側を国道27号が通り、北側の下線塚古墳との間を旧国道が通る。墳系は前方五円形で、墳九主軸を東西方向として前方部を西方に向ける。 噴球は二段築成。噴球表面で埴輪が採集されているが、吹石は認められていない。噴球周囲には縦型と見られる集合が巡らされている。主体部の埋葬施設は明らかでないが、横穴式石室と推測される。この上船塚古墳は古墳時代後期の6世紀前半頃の築造と推定される。若さの主長墓としては従前の森古墳に後続し、 下セ塚古墳に先立つ時期に位置づけられる。被装者は明らかでないが、脇袋古墳群から続く、上中古墳群は、若狭国像の柏での一族の主張母群と考えられており、本古墳もその一つと想定される。古墳域は1935年に国の史跡に指定されている。なお、本古墳は古くから若狭国像の墳墓と伝えられるとともに、かつては、 お乳明人の祭祀が当地でも行われたという。古墳の規模は次の通り。墳丘の形態は下仙塚古墳と異なっており、脇袋古墳群の西塚古墳との類似が指摘される。ありがとうございます。